皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2023年12月18日、20時41分、本日もまあ勤務して、帰ってきて、生一本という、ホイール付きのタイヤを、積んでは下ろして積んでは下ろして、ずっとしていました。まあ、休憩時間ありますよ、今回は本当に週はかもしれないからあんな怖い会社なかなかないですか。で、そう、そこのトヨタ、宮崎書店の、まあ、道路を挟んで隣にあるトヨタ、昔も確かあったと思うんですよ。で、一回建物解体したはずなんですよね。で、サルチにしておいて、で、まあ、中古の車が届いたら、まあ、そこにでも置いといてくれたらいいと。で、あとは自分たちで売ると。それが販売力であると。本当の話です。エネルギーの残存量問題です。で、今日帰ってきた時に、まあ、トヨタの目の前通りますよね。だいたいね、岡場から田王寺の一駅の区間に3店舗も、ね、トヨタの店がある。もうこの時点でおかしいですから、本当に。なんでトヨタの店、めっちゃ回んねん。効率性の話、どこ行ってんと、本当に。置いとくところがあったらええやろって。もう盗んだやつ現れたら、もうそいつをね、全員でしっかりと、捕まえること。怪しそうな車を見たら、すぐに警察に通報すること。まあ、大体もだったと思ってる。いろんなところ撮影しに行った時。あれ、なんかここに、なんか、他の都道府県の車をずっと止まってますけど、って。ありますよ、ね。ねえ、僕の言ってること正しいでしょ、行動も。で、本当にいろんなことあるから、ちゃんと調査しなかったら、その人がどうなってるかの部分と、で、まあ、そのものが違法行為のものであった可能性もあると、で、それで車がそこに置きっぱなしになってる可能性もあると、回収しなきゃ、政府は。お金に変わるんですから。あと、金属の残存量問題。あと、エネルギーの残存量問題。掘るのが、もうすごい深いんですから、今。海外から輸入って円安の意味全然分かってない。ちゃんと分かってくれるまで1ドル150円で続行ですよ。本当に。何にも変わるわけないじゃない。それこそ国連の国際司法裁判所で判決くださいいいんですよ。ちゃんと形になって発電して1秒間に、ね。まあ、何百万キロワットなのか、それとも何千万キロワットまで発電できるのか、継続して。もうそういうところまでたどり着かないと。それでも見通しつくかどうか分かんないんですから。こんなにトヨタさん言うこと聞いてくれないんだから。純利益持たせたらこの始末でしょ？最初黒よく着た女並べてたじゃない。従業員として。髪の毛染めてる奴ら。エロ業界の人間混ざってません？本当に今までのこと考えたら。もう僕らの頃はなんかね、何か大きな悪いことをした人間とかが黒よく着せられてたんですから。本当に本当に本当に。本当。ホテル GoTo トラベルキャンペーン、本当は GoTo トラベルキャンペーンなんですけども、昔も本当はあったでしょ。 GoTo トラベルキャンペーンは GoTo トラベルキャンペーンだって言ってるじゃないですか。エネルギーの残存量問題、本当訴えられる。みんなの税金何見かってそんなことを判断したんですって。三権分立、最高裁判所、それでもダメだったら国際司法裁判所、判決にそう見たら、国連から脱退。世界中、ゴブゴブのルール。当たり前じゃないですか。国連加盟国なんだから。で、これはもう政府に提案なんですけども、もう僕のホームページにね、記載してる通り、もうこれもう世界中で動きましょう。もう2024年でガソリン車の販売停止。で、電気自動車は補助金つけない。もうこれで行きましょう。節約の分も進めなきゃ、これ無理なんですから。まあ、とにもかくにも今年僕は皇居行くとして、で、節約の分はもう今決めとかないと、もう今でももう間に合うかどうかわかんないんですから。本当にいろんな意味で。だって僕は若い頃に、20歳ぐらいの頃の石油の、採掘可能埋蔵量が69年分だったでしょ？自然再生可能エネルギーとか、もうすごいいろんなところ掘削地点増やして、あっという間にもう追いつかれてるじゃない。
自然再生エコノミーも2011年から2022年までの間に先進諸国のいろんな国で、もうほとんどの国が先進諸国で、多くの国がね、まあ世界国勢税に書かれている部分ですが、僕も分かんないですけども、10何パーセントも増やしてきたんですよ、全電力のうちの10何パーセントですよ。頑張ったんですよ、自然再生エコノミーの分野の人たちも。僕たちが頑張るしかない、私たちが頑張るしかないで、行くぞーで。そこも気合い行くしかないで。とにかく効率のいいところに設置だっていうことで。とにかく進めることが重要だって。ねえ？そしたらトランプ大統領だって言いますよ。日本は、何百万台も、ちゃうわ、トヨタや。いや、けど日本として当てはまる。世界中に何百万台も売ってるって。トヨタさんだけで、まあ、テレビのニュースもね、どこからどこまで本当なのかの話で考えたら、きりなくなるんですけども、1年間でトヨタさんだけで1000万台売ってませんでしたっけ？あのね、輸出だけで、それ日本全体の数字だと思いますよ。270万台とか。こんなに世界中に車ばらまいて、売ってね、販売して、ガソリンが消費することがアホでもわかるでしょ。経営者としての自覚、持たれてます？各自動車メーカー。それでカルロス・ゴーンさん捕まったんじゃなかったでしたっけ？本当のところ。いや、フェイクニュースダメですよ。もうそれぐらい、効力の強い裁判、国際司法裁判所に判決下せやなきゃダメですよ。皆さんね、今捕まえる捕まえないの話してるんじゃなくて、もう本当のこと話しましょうって。もう車の販売ショップを作っちゃダメ。本当に。で、ガソリン車の販売停止。2024年4月、世界中どこの国も平等に、法のもとに平等。世界のルールは法律。で、電気自動車の補助金全部なし。家か車かどちらか選んでくださいって。世の中そこまで簡単じゃありませんよ。日本だって、一月15万円のお金、年金で受け取れる額ね。それ男性でたどり着けてる人は 50% ですよ。15万以上の人。本当に。31万の人は数パーセントいるんですけど、まあ数万人いるんですけども。まあ、もうね、皆さん分かるでしょ？大臣を経験されたりだとか、まあ、それまでにね、長い間、議員生活長かった。で、大企業の、役員さん。もうそういう人たちじゃなかったら、そこまでたどり着けないんですから。プロ野球界、年俸を早めに白状した方が、偽計罪になるかもしれない。僕は言ってないですよ。勝手に、もともとマスコミとかね、身勝手に放送したんでしょ？あれ本当にもらいました。絶対横領事件になるでしょ？それでならなかったらなんでカルロス・ゴーンさん捕まったんですっていう話になるから。本当。ね。一回日本世界の模範劇避けた方がいい。彼が証言して、あ、彼の周りめちゃくちゃおかしなことになってるぞって。開業医と思われる、まあ個人、まあ個人病院、内科とか医者が、ね、岡場から田尾寺って一つの駅の区間で10件ずつ以上あるって。髪の毛切るところ、だから美容院とか散髪屋さんね、そういうふうなところも10件以上ある。ペットの医者、お医者さんのクリニック、建物自体4件ある。都会でもないよ。神戸市兵庫区とかでも。4件ない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 、絶対ない。僕生まれて育ったところだから知ってるから。阪神淡路大震災まで僕生まれたのも神戸市兵庫区。0歳から17歳の1月17日。阪神淡路大震災が発生して、その年の夏ぐらいに神戸市北区の藤原台の仮設住宅が当たったの、抽選で。それで引っ越せたの。それまでの間、親戚のうち行ったりとか、兵庫区だったと思うんですけども、スサノ中学、まあ、中田区かな、どうかなって いつも思っちゃうんですけど、兵庫区だったと思うんですけども、いやね、結
構広いんですよ、神戸市って。本当に他のあの市と比べて、明石市とか、あの隣の隣く、うん、隣足足なんかびっくりするから。神戸市のあの狭い方の東灘区とか灘区と同じぐらいだから、神戸市北区だ見ただけびっくりするから。西区と北区足し算しただけで、あの面積ほとんどの市上回っちゃうよ。ほんとほんと、わからん。もうテレビのニュースの方恐ろしくな、足足がええところとか、もうそんなわけない。絶対な、もう兵庫県の中で一番揃ってるの神戸市やから、県庁ちゃんとある、それだけでもわかるから。もうそれ以上、もう三宮以上人増えとるとこ嫌やから、みんなほんと行ったらわかるから。通勤通勤わかる、わかります。もう大阪でね、あの大阪駅周辺とかで通勤頑張ってね、まあ駅の乗り換えの人も含めてですよ、そこからちょっと離れたところまでね。僕も大阪ヒルトンホテルここから通ってましたから。それお金ないから、ちょっとでも良い時間給の話があったらそれ飛びつくでしょ。大臣とかいろんな世界中の民放来るから、宿泊しに食べに来たりとか、近鉄バファローズの監督とかいろいろ来たから。正直大阪ヒルトンホテルも朝の9時出勤で夜21時30分に仕事終わってましたから、ある程度早めに上げておかなかったらね、服着替えたりしてその駅到着するのにね、だいたい新快速とか乗りたいじゃないですか、本当に。あの最悪でも快速じゃないと無理あるじゃないですか。各駅停車なんか絶対無理あるでしょ。ごめんなさいね、地元の人しかわからない話で、本当遠いから、本当地図見てくれたらわかります。自分ところの住んでる地域と比較してもらったらわかります。本当に山の中だから新快速でもそこそこ時間かかりますから。でだからもう一回その頃エネルギーの残存問題でそこのトイレは閉まったはずなのに、なんでって、そのまたそこはオープンする前にもともと3店舗あって、そこ入れてしまったら4店舗になるんですけども、間にあるせっかく金属の柱で作って、一応中空洞にして2階とか作ってなかったはずなんですよ。だからさすがにその建物は上が軽いから、まあ金属は錆びるけど、それこそそんな集合住宅にペンキ塗ってる暇あったら、トヨタさんにね、売り上げある時に便器屋さんに、地元のね店のね金属錆びないように、船がもともとそうなんですから、船の底とかペンキを何回も塗ってるんですよ、分厚いペンキで。それで水の侵入を防いでるんですよ。本当ですよ。それなかったらダムの水門どうするんです。全部台所のああいう風な、ごめんなさい、長い間自分のホームページ見てないんで金属も忘れてしまいました。ね、ちょっと待ってください、足組んでるからかな、ないかな、ステンレス、あ、ほらもう足組むやったら簡単に思い出した。卑怯でしょ、コンピューターの電波。こんなもん肉体労働してる人の方が絶対不利じゃないっていう。裁判所の人が考えました。分かってます、自分が法廷出なきゃならなくなりますよ。天皇陛下にご報告しますよ。こんなルール作ってたらずーっと肉体労働者の人ね、肉体労働者の人たちがいちいちね、重機とかに頼らないで、河川の土砂のかき出しのスコップで頑張ってほしいって言ってるじゃないですか。翔平なら1トンぐらい、1、あ、1トンじゃない、10トンぐらい行きますよ。朝から夕方までで。翔平ならできるよ、絶対。あの筋力量だもん。できなかったら、そんなもん、筋肉維持できないですよ。1日10トンぐらい。河川の土砂のかき出し。彼のトレーニング多分もっとすごいから。どう考えてもそう。あんなにメジャーリーがいるんですから。
バスケットボール界だって背高い人多いでしょって、バレーボールだってって探しはいくらでもいるんですからね。もうさっきの年金の話聞いたでしょ、みんな仕事があるうちにしっかりと飛びついておかないとね。お金払ってジム行って体鍛える、違う違う、みんなそれ騙されてる、違う違う、ちゃんと肉体労働行ってね、河川の土砂のかき出しとか頑張って、でそれで時間給をもらいながら、まあ学生はなんかインターネットニュース見たら年金、厚生年金とかに入れない、社会保険に入れない、ってせっかく最低賃金法にちょっとまあ高校1年生だから、もうちょっと仕事をちょっとまず最初どれぐらい動けるか見させてもらいますの話なかったら無理だから、いくら運動部といってもだからもうね、どれだけ仕事できるかの話ですから、だからもう力仕事はどれだけね、河川の土砂のかき出し頑張ってくれたか、何トン1日河川の土砂のかき出し頑張ってくれたかだから、もう高校生でも1日に10トン行く人間行くと思いますよ。だって我々秀和株式会社なんだから灯油積みに帰ってるんですから、運転の往復の時間とで給油してお客様の玄関先まで運んでるんですから、こうでしょ、こっちの方が早いじゃない本当はね。1日2トンの話はあんまり厳しすぎても人は集まらんかったら困るし、10トン行く人ぐらいだったらね、まあある程度基本給もうちょっと来年まあだいぶアップしようかっていう話、もう半年後でも行くって、決断早いところはできるよってそれでみんな秀和株式会社ものすごいの昔のですよ、今の秀和株式会社見られたら困るんですけども、もうという人間の値段がもう2000いくらになってる時点でもう無理だから、どうせその値段見て高いって思っちゃうから、もうそれ味わいましたから、1缶1500円ぐらい、1490円の時お客さんその頃も半分ぐらいになっていて、半分3分の1になってませんでした正直顧客のお客様の数、新しいところ開拓した話はなしですよ、さらに福岡にオープンした名古屋その人が790円の頃名古屋ってなかったはず、近畿1円と長野店止まり、長野店の時は850円だったような気がします、2001年から2002年、正確でしょホームの人たち何人いると、何万人いると思ってるんですよ本当に。高校生と大学合わせはいいんですよ。で仕事サボり始めたら気持ちよりペチャクチャペチャクチャ喋ったら来年受験給上がるわけないやん。言うたったらいいんですよ。頑張ってる人たち。まあまだ3トンぐらいやけども、まあ高校2年生やし、これぐらいの受験給にしといてあげるかと。ね、高校3年生とか高校1年生の頃に働いた実績とかないぞって、そこ僕も悩むんですよ本当に。だって働いた実績に合わせて給与の算定表は作られてるから、どうしよう、働いた実績のない人、本当はみんな中卒基本給から、なんかテレビのニュースとかでみんな勘違いさせられて高校大学行ったから大卒で、昔の商社ですよ、昔は商社が一番給与高かったんですよ、基本給一月の労働時間が180時間ですよ、180時間、まあ、ぐらいにしますよぐらいに、まあ、29日とか31日とか週によってねもう水曜日始まりで月末が何曜日で終わりとか、もうそこまで言い始めたらもうきりないから、出勤日数変わってくるから本当にだからもうまあ大体一月の労働時間180時間ぐらいで基本給が21万で高かったんですから、本当ですよ、その辺の大企業20万ぐらいですよ大卒でも、何甘えてんのって。大学行った連中が家事の用事とか言っといて、こんなに国民の皆様に迷惑かけて、いまだに万博
国会議員と都道府県の知事と市長を皆さんの学歴見てみなさいな。どういう卒の人たちの方が圧倒的に多いでしょ。高卒の人いました。その人の方が頑張ってますよ。自力でそこまでたどり着いたのなら。ただそこでいろいろ問題あって、そこに訴えられて消えていく人は、それはダメな人です、本当に。勝手に良くない業界からの人を集めてきたんでしょ。それは無理だ、本当に。訴えられるときは訴えられる。僕も一件だけ裁判負けてしまったことがあるから。こんなにものすごい被害こもってる人が裁判負けた、どんな裁判だったのって、あんねんか僕の保護者になるとかわけわからん裁判言い始めて、もう僕も弁護士なしで裁判とか勝ってるから、普通の考え方で言うことですよ。裁判所の人に言ってるから、状況電話で。だっていろんな法律読んでいったらね、神戸地方裁判所でも最高裁判所の裁判できるんですよ。テレビのモニターとか映して、本当ですよ、法律そうなってるもん。当たり前じゃない。最高裁で裁判するのに、みんな東京行かなきゃなんないんだったら、交通費めちゃくちゃかかるじゃん。エネルギーの残存量問題って言ってるのに。ねえ。ちょっと考えて分かることばっかりじゃない。ちゃんと法律読めば。できるんですから。まだ僕は嘘を言ってると思ってます？でも僕はね、今までの状況いろいろ言ったんですよ、裁判所の人に。うん、別にこれを出廷せんでええやろと思ったんですよ。そしたら負けて。うっそー、一般の会社で相手だったら通用するやんって。でそこさ、会社じゃないよって会社じゃないところ、自分たちがメモしないだけやんって。何のための記録だったのって。音声の保存エッション使ってるじゃない裁判でって。ね、話何でも噛み合わないでしょ。もうそれから、もうそれから訴えてくる人いないですけどもありました。僕を訴えてきた相手の裁判、あ、それ今度調べに行こう、裁判所に。ドイツ学とか分かっちゃうわ。もう世界中の政府情報上層部がもう分かっちゃった方だから、状況、僕のホームページの内容とかで、 YouTube の内容もプラスして、誰が悪党と組んでたか、どこの大企業と、これ海外ともとも全部一斉に国庫にお金が編入されるわ。まあいたんでしょう、よくない業界のやつ。ああバレた。こんだけ僕苦しめといて自分たちだけ寝れる、眠れる、はぁ。日本の高等裁判所で僕が訴えた件でいろんな人間呼び出してくらってるよ、本当に。政府の人間から何かなので、それもう全部行政として扱うとか、なんかそんなこと言ってましたよ。ここに集まってる人たちの組織全部当てはめられますって。大阪高等裁判所の段階さん、平成21年ぐらい僕を精神病院に閉じ込めよったけども、裁判が閉じ込めたんじゃないですよ、僕の姉。もうめちゃくちゃその頃髪の毛染めていて、わけは僕の高度な知識に関して全然よく分かってなくて、だから総理にやったことのね、今まで総理になった なった人たちと若かりし頃あった話とかね、天皇家の人たちと全然話信じてくれなくて、本気でおかしくなったって彼を作るように思われて、それで精神病院連れて行かれて、いや、もう自分もね、いきなりそんなこと言ったら信じてもらわれへんかなって自分でも思っちゃうんですけども、もう一般人の人たちももうこの話通用するでしょ。 IKS のことよく分かってる人、もうあっちこっち証人だらけですよね。え、事実確認全然何にもしない精神病院の医者なんか、ほら金儲けができると思ってすぐ精神病院入れよう。ね、2ヶ月と二十何日で合計約300万、一月で130万やから高級ホテルもびっくり、4人部屋のアイビア。高級の飯なんか出てない。全然ないから。最初おかわりできないとかそういう話とかなんかあったような気がする、どっかの病院。各病院によってルールはいろいろ違うかって。で、お金をプラスアルファでさらに出さなあかんとか。何このエキサイトところって。しかも閉じ込められるから、部屋から。部屋出れないの。
それ牢獄と同じ。めちゃくちゃ。兄弟の中めちゃめちゃ罠になりましたから。もう絶縁状態、当たり前。ちょっと裁判所の気持ちはちょっとはっきりしよう、物事。さあ、もう法律上最終的に物事を判断するのは合議制の裁判官ですけども、裁判所の気持ちの人たちが、本当は、原告がどう訴えるかの内容を、要求を決めてくるものだから、とか。違う違う。相場がすでにある。内容をあとは聞くだけ。だって今まで僕は弁護士さんなしで訴えた内容とかでそこそこ法律面は出しましたよ。だけども、もうこれ以上を我々もあなたのことをいろいろ法律面とか求めたら、それはそれで我々も悪いということになるんですって正直言ってくれた矢野裁判官っていう女性の裁判官がいたんです。それこそ女性の活躍する、できる社会。何があったかを言ってくれたらいいですって。当たり前じゃないですか。証言とかあるんだから、ちゃんと。民事訴訟法でも刑事訴訟でも証言ぐらいありますよ。そこで本当かどうか調査すればいいんだから。最初のスタートダッシュが遅いの。あれこれあれこれ考えてる今あったらすぐにさって動きゃいいの。聞いてないとか求めないで。全部そんなもの行政が買い込んだらいいのよ。雇用助成金と人材派遣業法なんか作ってる今あったら。ねえ。ずっと人間たらい回しにして雇用助成金。大した売り上げなくても、お金、経営者がすごい儲かるじゃないって。どうせ安い時間給で雇うんでしょって。ボーナスを出さないでしょ。住居手当は、扶養手当は、裁判所は言うよ。当たり前じゃない。こっちも人生かかってるんですから。それどうなる？円安になるんですよ。円高今なって言ってるじゃない。もう気がついたら1ドル140円ぐらいですよ。みんな頑張って訴えないと。国家賠償法。国のしたことは国の責任。たった5条や、内容。それいちいち第何条か聞いてきて。上田裁判官公別裁判。手遅れ。絶対手遅れ。あんだけのことがあったのに。世界中いろんな国が知っておねんから。安倍政権の時頑張って2016年どんな成果出したと思います？ずーっと借金を上げていったんですよ。当たり前じゃない。みんなローンとか組んで家買ったりしてたんだから、株とか売ったりしてお金かき集めるでしょ。それを資産とかしてたでしょ。借金じゃない。でそれは国の場合は国債っていうことになるんですよ。さっきは株の会社で例えただけで、国債っていう形になって国の借金がっていう話で、日銀がお金をするで、ほぼほぼもう答え合ってくるんですよ。銀行とか読みました？政府が 51% 以上の出資で銀行、日銀作られてるんですよ。よく送り込めるじゃない。そんなことも知らなかった人が、さっきもなんか電波でムーとか言われたんですよ。だからもう、こっちもこんな言い方ムキになって言うんですけども。で、どちらが物事してるかよくわかるでしょ？民間から上がっていかなかったら、その、公務員に。絶対わかるわけないじゃない。大卒でいきなり公務員。その人絶対訴えられるよ。ナチュラルで間違えるから。ガンダムシーンのナチュラルと公認。ひらめいたのか、まあ、シードっていう意味、種ですけども、種が割れて、まあ、その当時からグラフィック綺麗でしたけど、今でもよくわかんない僕も、種が割れる。まあ、とりあえず主人公めちゃくちゃ強いわ。急に言うタイプ、片っ端からやっつける。業界人間よくわからん。お金使って強化した非人道的な行為を行って、その政府が悪いって。お金払ってんか。ね、人口統計はちゃんと安倍政権の時にちゃんと計算しましょうっていうことになったんですよ。で実質人口減り始めたでしょ？ 4 年ぐらい前から1本。それは
今100歳以上の人は当時第二次世界大戦の頃は30歳ぐらいの人ですよ。っていうことは90歳以上の人が、まあ、20歳ぐらいの人で、まあ、20代ぐらいの人で、まあ、その前後の人たちとか、まあ、実際にねお亡くなりになられた方たちもいるし、海外に、難民として逃げ延びた人たちとか、その政府が誘導してましたもん。ブラジルとかチリとか、インドネシア、フィリピン、朝鮮半島、台湾、朝鮮半島と台湾はもうその第二次世界大戦の頃一つの国だったんですけども、でそれプラス、まあ、ロシアの場合はその攻め込まれて、まあまあね、あのいろいろ、まあ、その攻められたって、あの日本が敗北を宣言した8月15日の後の終戦宣言は GHQ とか行ったら、9月15日ぐらいだったと思うんですけど、ごめんなさいねぐらいで申し訳ない、もしかしたら僕間違えてるかもしれないんで、それはきっちり自分で、調べてください。やっぱり長い間話しようとすると、何を説明しなきゃならないかっていうのを話してるうちに気づくんですよ。それ調べ直すのはちょっと無理なんで、時間的に。で、北海道の件じゃないですよ。その前の日本がね、余計なことをして、他国に侵入して、満州国とかわけのわからんことを言い始めて、そんなことですよ。ほらもう、ロシアが攻めてくる口実を与えちゃうから、ほら攻めてきた日本人連れて行かれたシベリア鉄道、シベ鉄シベリア鉄道でしっかりと固定しておきましょう。略語で今日にシベ鉄とか言われてもみんなこの人アホかなって思われるから、本当にシベリア鉄道ってちゃんと言っておきましょう。でね、強制労働させられてたんですから、もともと刑務所は強制労働させられるところなんですよ。で他国の領土に侵入したに中国の領土に侵入した日本が悪いって、その話なかったら、もともと中国とロシアがやり合ってるから、その話がなかったらロシアと中国も和平なかなか難しいから、中途半端な島、それ半分ずつ、最初からその考え方で絶対合ってる。そんな偏見、モスクワはモスクワはね、バルト三国って言ったらいいのかな、もうちょっと西の方のような気がするんですけども、ちょっともうちょっと南の方の位置へね、そのだからお隣さんあたりが、まあドイツというか、ちょっとごめんなさいね、僕も落ち着きますね。どういったやろ、本当にちょっとごめん、こっち今家の中書類だ。なかなか探せないから、本当に刻一刻と時は争うから、本当にこの人話長いんですけども、自分でもそう思う、本当にちゃんと自分から言っておく。で2024年の4月に世界中ガソリン車販売禁止で、電気自動車、補助金なし、もう補助金つけた分、世界中どこの国ももう余剰金いっぱいできて、もう僕そこで見たもん。19時前に、その前通った時に、何人も刑務所いて、ぺちゃくちゃ喋ってるもん。僕の場合、一人か二人。当たり前じゃないですか、そんな時間帯。来るわけない、もともと知ってるから。その辺の近所の人間かき集めて、無駄話してた、よくない女並べて、え、みんなの税金、自分たちの給与見ました、横領事件テレビで見てみました、前も昔も言われたじゃない、僕に。で、その中にちゃんと善意ある人いますよね。今度僕のホームページね、淡井圭介の劇の36番とか見てほしいというような内容の、まあ、紙持っていきますから、すぐ近くに歩いてすぐ行けるところで、もうそこから10分ぐらいで、10分かからないと思います、そこからだと。まあ、すぐ、軟化するだけでいいですから。軟化制作とか、そういうのとちょっと違いますが、ちゃんとコピー屋さん、そこ1枚5円、コピー。ある意味そこは書き込みでら。コピー代、ほんと裁判所めちゃくちゃ高いから、1枚20円って。どれだけ被害者原告が泣かせるんですって、本当に。しかもサイバー攻撃かけてきて、正本、副本と原本自分で持っておくでしょ、で、3部いるっていうことになるでしょ、勝手に枚数3部で設定してきて、
ネットプリントでもうすでに自分が一部持ってるから、コンピューターその変な線いらんから。もう、裁判所の民事部の神戸地裁の前でね。もう本当にもうさっきもう淡い圭介ってなんと、誰か来てって、もう、ルール法律承認って、勝手にコンピューターが電波でサイバー攻撃仕掛けてきて、半導体に直接マイスは勝手に変えようって、僕押してないからって。マイスはこっちで決めるものやって、言うことで。ダメだこれもう、承認いるわって、ちょっと誰か来てってもう言ったから、もうこんな言い方本当裁判所。それまでいろいろ言ったから。名前明かせないとか言い始めたから、民事部の人間が。もう言ったから、この話。ね。これどう見えます？現行日本法規って見えるでしょ？ピント合ってます？合ってない？これ分かる？分かります？分かります？もうここまである程度ぼやけててもね、これ現行のこう、現代に見えるとか、そんなわけのわからんから、もう今さ僕に通用するわけないでしょ？二重要請、現行法規と現代日本法規を二つに分けて、もこれはもう一つにまとめて安倍政権の時にしましたから、現行日本法規って。通用しないから。全部押さえるから。無理やで。もう変な理由。都政六本の内容に従わなきゃなんないから。だから、みんなで反論できる。ね。東京オリンピックは、もうみんなの税金9600億円以上使ってしまった。あと、だからお前ら返せよって言える。僕の言ってることおかしいですか？ NHK の残存量問題考えて普通でしょ？どこかです、そこ止めていかんかったら、ほんもう、滅びるよ。僕の若い頃が69年分だったのが、ね、世界国勢税が2010年から15年バージョンで、2011年の、石油のね、採掘から埋蔵量が、まあ、2011年ぐらいだったと思います。ごめんなさいね。各データの欄によって、年代違うんですよ。なごちゃごちゃになるから、僕も。まあまあ、大体それぐらいの時期ね、石油の採掘から埋蔵量が59年分で、で最新の2023年の、から24年にかけての、世界国勢税が、まあ、9月の1日に発売され、もともと9月15日ぐらいだったんですけども、頑張って国連の本気を見せて、9月の1日になんとか、その内容で間に合わせますっていうことで、あちらの方も、多分それは売ってる人、その情報をかき集めてる人たちは、ある程度の立場の人たちなんでしょうけども、チェックする人は、それなりに上の方の立場の人なんでしょうけども、石油の採掘から埋蔵量残る54年分で、ガスが49年分、全然悪いことじゃないから。で、ガスの、もともと、元は何かっていうと、7割以上が石油の揮発したもの。終わるよ、人類。日本輸入国。実は中国も、ある程度は自分の国で掘ってるんですけども、まあ、半分ぐらい賄ってるのか、もうちょっと賄ってるのか、ちょっとその辺、僕も今の状況、年代によって変わってきますから、中国の国内の政策とかによって、僕もその辺のところも今よくわかんない、今のニュース見てたら。だって自分の国で、だいぶ前のニュースずっと放送したもん。無理やん、こんなん。今のね、漢字の意味直すと、困難、困る、難と書いて、難は難しい。こんなん無理やわって。こんな解決できない内容、行政が提示してきてどうするのって。早くテレビをまとめていいれば、あと明け方と夜中の番組、しっかりとね、ちゃんと番組終了していれば、もともと NHK は夜の12時ぐらいに、0時00から、それまでに終わってたんだから、他の番組もそれに合わせたんですよ、民間のテレビを。本当、人口減ってるのに、番組増やした有料番組まで増やしちゃったのに。え？経営能力どこ行ったの？僕からの提案を受け入れないと。こんな善意なかなかない。みんな困らせたんテレビ局やったわ。みんな言ったったら、ここも消費税上がるもとやったわって。みんな消費税下げてほしいでしょ？一致団結しないと。政府の変な書類やぞ。中和株式会社。消費税、一つ一つ、張り出しようって一日一日の売り上げ。知ってるか？ 1000 万円以上の売り上げがあったら、ちゃんと消費税納めなあかんから。
1000万円以上の売り上げ以下のところは、1000万円以下でよかったかな、未満かな、以下と未満でちょっと話変わってくるんですけども、1000万円が含まれるかどうかって、もうそんなちょうどの数字なかなかないんですけども、僕が新人の時、緑が丘西という狂言三木氏、緑が丘西、まあ青山もちょっと入ってるんですけども、まあまあまあ青山を緑が丘東を巡回してる人と、まあ、あの分割してみたいな形なんですけども、そこでちょうど売った時の販売数量がその1万リットル10キロ1万リットルですよ、本当に年末13連勤させられて腰めちゃくちゃ痛なって、もう途中13連勤の途中、本当にあんなネバーギブアップっていう言葉どうにかなるかならへんない、それこそ頭の悪い、あ、神がかり的な力という、それあ、アホがかり的な力、自分で仕事してみたら分かる、あ、もう肉体が悲鳴上げてるから、本当にもう僕自身が悲鳴上げてるから、もう2回給油なんか自力でできなくなって、空になった時に7500リットルぐらいの販売数空になった時、現場に別のね、富士見が丘っていう金曜日で、金曜日に前の前年よりもたくさん売れちゃって本当火曜日回ってる人があんまりたくさん売ってこない、金曜日と日曜日回ってる僕にしわ寄せ本当そこ週3日行ってたらある意味富士見や富士山見えると書いて富士見が丘、これはどこの大体の地方、あの各都道府県で大体のところありますから、そんなところ富士山ないそんな地名笑わされても巡回中全然笑えないか、本当に必死のパッチやから本当にもうなな泣き入りながらのすいません、もうお客さんに日曜日絶対来るからで、もともと日曜日来てるんですけど、日曜日絶対来て、絶対ここの灯油ちゃんと、あの、その時ちゃんと入れるからっていうことで、もう帰ってもいいでしょうっていう、帰らせてくださいって時間だ。もう、夜21時前で、北神戸店組み替えて現場持って、22時ぐらいになるから。本当に逮捕されこんなに返し後から知ったのが北神戸店の店長警察官後で、その店長叱ってくれたのがもしかしたら若手の警察官かもしれない、その人その子吉川君もう そこは大真面目、めちゃめちゃ本当に本気でこれ止めに入らなあかんかなって思うぐらいめちゃめちゃ本気で、まあ半敬語みたいな感じ、竹縄さんが現場はダメだってもうみんなで決めたでしょって言ってたのに、もうみんなで決めたでしょってもう全力で叱ってくれて本当めちゃめちゃ怒っていて、この人倒れたらどうするつもりなんですかって本当に警察、じゃあもう僕その時、あえて警察官って忘れてるから、あんな労働時間とあんな勤務状態で、覚えてられへん、本当に。もう家帰って、早寝ることだけも、次の日の朝の出勤とかも、本当もうふらふら、朝からノックアウト状態。じゃあもう、慶応の、言い間違い、ノックアウトって今本当にノックせんといてね。絶対家おられへんからずっとほぼ現場、それか北神戸店が通勤と帰宅まあ通勤と退勤まあ同じもう帰ってくるところ本当にもう途中で雪も降ってないね、交通事故たまに見るから、ある程度あるワンシーズンで本当にいつもの道で道塞がれても無理やから、こちらもその道塞がれた他に回り道なんかどんだけ回らなあかん本当。
まあさすがにそれはね、普通車だから、正直、こちらの道路にいたら、対向車線、オレンジのところ、もうある程度の判断で踏み越えていけるから。警察官も同じこと言ってる。もうそういう状況だったら、その遠くの方から車来てないんだったら、もうそれ行った方がいいって。もう俺らもそれ無理あると思うからって。ちゃんと言ってくれてるから。法律名だけ、それを見て、それだけを信じるに一番危険だから、常識なくなるか。そのまま裁判所に裁判官に言われるか。あなた常識ありますかって、魔法で言ってくるから。それは僕は言われたんじゃないですよ。僕は常識ある方だから。ちゃんと傍聴席でこう、メモ帳とかね、六法全書も一緒に広げてたから。チェック。それ別の男性の裁判官のと僕の姿見て、それ、弁護士さんありで最初か裁判買った方かな。か、弁護士さんなしで裁判買った後の方か。傍聴席か誰かがボソッと言ったか電波で伝えたかどちら法律に矛盾があること彼も気づいてるからとか誰かボソッと言った裁判官が急に慌て始めた一旦退席して本当に急に僕はライン引き始めた男性の裁判官急にね法廷、また戻ってきて何分後かにバタってこう開けて、裁判官がちゃんとね、字幕で、今から法、何て言うか、もう、裁判番号わからない。で、今から法廷を開始しますって大声で全員に聞こえる。それは、法律通りに考えた。そこは、絶対ちゃんとしなきゃならない。全員に聞こえる。ね、大声なるでしょ羽山聖骨院で大きな声で言った、その前に僕は小声に言ったよ。その話した？ああ、これ通報した人間の通報した時の音声が必要やわ。あと連れて行った警察官の認識。言ったもん、警察官に。僕最初こう言いましたよ、って。もうしょうがないじゃないですか、奥の方に従業員いるんだからって。そこまで聞こえるように言わなきゃなんないんだからって。なんでって。ね、昔建物解体したのに。で、そう、同じような人間が来るんでしょって。もうあいつら悪いっていうことになってるじゃないですかって。犯人損って即逮捕でしょ。ええ警察官の人も一緒に慰謝料払ってくれる当たり前じゃないですか。自分たちのしてきたこと。もうそうしてくれんかったら、誰が警察官のこと信用してくれるんです。こんなに悪いこといっぱいしてきたのに。僕のことじゃないですよ。僕すごい被害者。ねえ。なんか、口悪いとか変な音声聞こえてきてる。君のことや。警察官の息子やって。僕に向かって。だいぶ年下のもん。敬語なしで、人数集まったからって、タメ口、敬語なしで話してきて、タメ口にも本当はよくわからない。怒りが溜まって、敬語なしになる。まあ、それでも意味合ってるって。で、僕はずっと被害者。春山整骨院から出てきたやつを何回とバターンって締めてきたと思ってんのって普通あんな頭の締め方しないから普通に生きていたら本当だいたい緊張して言われるからちょっとドアの音の締め方なんとかなりませんってなんでそこって締めないのってなんでって判例あるよってシムは株式会社でも言われてるからフルーツラバークでも、そろっと締めなくて、そんなに、まあ、君のその忙しさは分かる。だけども、ここに、従業員のこの駐車場にドアを閉めるときは、ね、上の方が客室なんだから、早朝出勤、6時出勤とかのに、急いでるからってと、バターンで閉めよったら、分かるでしょ？ね住宅密集地に、ああいう風にたくさん人が集まってくるような建物、建ててちゃダメなんです。法律で判例そうなってるもん。裁判所の判決。それが判例。もう決まった後、だいぶ前から。もう昔からね。それ込みで昔から負けたもんね。建物一回2003年に解体されたのに、
ええ、僕はあんなに通報したのに、警察官みんな、ね、建物解体しなかったでしょ。誰が悪い、警察官が当たり前でしょ。って、どうせ偽物の警察官混ざり込んでくるの知ってるから、隠蔽のためにって。だから今までの警察官の人で、淡い警察官後そうじゃない人たち、分かれてたでしょ。で絶対本当は僕らたちも本当のこと知ってるからって、この人側じゃないと、絶対自分たちが負けるって分かってるから。そういう警察官の人何人かいましたよ。もうその人、その警察官の人も言ってもらった方がいいって、そこまで本当のことを言ってくれるんだったら、むしろ言ってくれた方がいいって、漁師さん。他の警察官もそれ言ったら、もうみんな一斉に変わるから。上の方のさ、昔言っていたから、君側じゃない警察官が聞こえてきたらいいからって。ここどこか、どこに見えるって。裁判所の法廷に見えないって。分かってるって。分かってるって。嘘言ったら、10万円の過料か、即逮捕よって。こっちもどんな格好で言ってるか分かってるって。裁判官、めちゃめちゃ真顔。その一言の映像見たら、全員、うわ、えらい間違いしてしまったって。ほとんどの警察官が今までの内容を見たときに、持ってるじゃん。多分落とすと思う。すんごい間違いしてしまったって。この金額なんだって。だって僕は何回か言いに行った時に、精神病院のその1ヶ月のね、入院、1ヶ月で100何十万、最高級ホテルのヒルトン。まあこれもね、どこがね、最高級ホテルなのかってあんまり言い出したら気にないんですけども、もうみんな大体もうアメリカが一番でいいでしょ。その根拠で特許とかいっぱい持ってるから。特許の輸出額もアメリカがナンバーワン。当たり前じゃないですか。コンピューター関係あんだけ握ってるんだから。マイクロソフトさんぐらい知ってるでしょ。昔の長者番付第1位ずっと。ビル・ゲイツさん。本当は会社のお金なんでしょうけども。まあ途中で多分そういうふうな方向性に切り替えられたと思いますよ。いろんなこととかの状況でね。まああの人も、けど事前事業のね、財団とか開いてますから。今までそれで使ってきたお金、日本円だったからドルから超単位。まあ、円とドルだったらだいぶ話、金額違うんですけども、超、ほんと。めちゃくちゃすごい。人助けの量。ほんと、昔の、戦争など。アフリカの方の人ですよ。わかるでしょ？食料とか、物資の調達。まあ、ビル・ゲイツさんが言ったかどうかは分かりませんけども、まあ年齢的に考えて、まあ当時は若かって、まあ、第二次世界大戦よりもうちょっと後のアフリカでもだいぶ大変なことになってましたからね。政府にそこまで根性ないんやったら、俺らを見せたるわって。それ、民間人の大企業に言われたら、政府上層部の人たちがどう見えるか分かるでしょ。なんで、ドル安になるだけやんって。ええってなしでしょ。誰に票入れなあかんかったか、みんなでもう一回ちょっと考えなあかんわ。これ確か人助けした方が勝ちやろって。あれ特許いっぱい持ってる。海外の質ナンバーワンって言った。それ国連の統計。ちゃんとした本物の数字。僕のホームページにも書いてあるから。まあ何年か前のものですけども。別にそれでいいでしょ。わかりやすいから。誰がどう考えたって、アメリカやんってわかるから。それぐらいほとんどの人がある程度の年齢だったら分かるから。あれ、事前事業であれだけいいことしたら、ドル安政府と一緒にもっと人助けできるじゃない。世界中からの評価、アメリカめっちゃかっこいいやってなるじゃないですか。分かります？この好循環日本、パッパルパなんて1980年世界の船の 50%世界の船の 50% 超えを日本が作ってましたから、ほんと世界中の、ほんと海洋国家日本。あいつら、どれだけ船作るん楽しみ。びっくりしたでしょ。アジアで見た 98% 超えですよ。
朝鮮半島の北朝鮮と韓国と台湾、もともと日本と一体化してるか、ある程度の技術を教えてるから、本当は。で、中国も、もうさすがに1980年代は、もうある程度の船は作れてた。だけども、ね、中国と韓国と北朝鮮と台湾の造船量を日本がしろ。90、アジアで 98%。僕もそう、アジアって確かサウジアラビアとかインドとかも含まれてたでしょ。イラクとか、イランも。いや、先に出てますよ、その国って。いやいや、ちょ、サウジアラビア、わけわからない工場、わけわかんないお金の使い方して、めちゃくちゃ早い車作ってるよ。ちゃんと自動車ぐらい自分ならで作れるよって、だいぶ前からって。もう何年前かわかんない。けど、その頃は、サウジアラビア自分で船作ってませんでした。もしかして日本の教科書、嘘言い始めた。学校の教科書ではそうなってるんですよ。テレビのニュースでもそうなってるし、日本でもものすごい公害問題になってたから、まあ多分あそこまで公害問題なんて、でも僕はね、子供の頃が1990年ぐらいかな、それぐらいの頃に友達を頑張って自転車で標高取ってまで行ったんですよ。で、そこでね、釣ってる魚見たら、いずれ気づくからとかなんか言ってたんですよ。で、よく見たらね、工場の排水、工場から、ドルドルのヘドロ、まあ、直径1メートルあるかな、ないかな、まあ、もう近づいてみなかったらもう全然わかんないんですけども、まあ、遠くから見た形なんですけども、夕方だってもうずーっとドロドロの黒い液体ずーっと流れっぱなし。みんなその辺で釣りしてるんです。なんか周りにエビ巻いて、最初ね、イワシ釣るんですよ。で、夕方になったらタチウオが入ってくるからって、その釣ったイワシをぶつ切りにしてね、今度、釣り竿に引っ掛けてタチウオを釣って、で、こいつら歯あるから危険やからって頭をぐちゃって潰すんですよ。そうせんと自分の指が噛まれるからって。覚えときって。いや、すぐそこ、ドロドロの、これ本当に食べれるんですか？家帰って親に言うでしょ？お父さんに言ったら、もうそういかんほうがええって。何があるか分からへんから。ほんと、僕も行かないようになりました。本当に船そんだけ作ってたんじゃないですか。恐怖というか、もういや、脅威というよりも恐怖でしょ。日本どこまで頭おかしなったの。世界の 51% 以上の船を生産していた。ごめんなさいね、もし 49% だったら。まあ、数パーセントぐらいの誤差だったら、多分統計の仕方であると思いますよ。本当、国によって、いつ発注かけて、いつ受注して、いつその生産がね、完了してなのか、それとも商品受け取った時が、それが完了で お金が入った時期なのか、もう考え方もみんなその年バラバラだったから。そこはそうだった。でもみんな。もう 51% でええわ。誰か言ったのかもしれん。もう日本ものすごい公害になってるわって、本当に、本当。もうこれ本当の話。水俣病とか痛々病は本当にあったから。学校の教科書に載ってた。ちゃんと六法全書で載ってる内容は嘘はないっていうこと分かったから。大事に世界大戦の話。それも六法全書に載ってる。法律の世界。現行法規と現代日本法規にはもっとすごいことが載ってる。朝鮮半島に平成11年に軽水路を輸出しますって言ってるの。だから北朝鮮にも原発作ってあげなきゃならなくなる。で、その後、それでね、その当時の国会議員の人たちは、ええ仕事したわって思ったんですよ。これで、ね、韓国とも北朝鮮とも仲良くできるって、この話でって。ね、そういう話も持っていけるでしょ。日本もこれ以上って。分かってます。日本が攻め込んだ方ですって。朝鮮半島は違いますよ。朝鮮半島は話し合いで併合しましたから。ちょ、本当はこれ。ロシア攻めてきた。偉いところ領土作ってしまった。
ごめんなさい、これごめんなさい、ちょっと真面目に戻ります。戦争の話だから、これちょっと笑いながら言っちゃう。ちょっとちゃんとした自分に戻ります。すいませんでした。ちゃんと謝ります。謝罪しておきます。本当これロシア攻めてきたって。あなたたちのところも本当は今まで何回か攻めてこれでしょ。攻めてこれでしょ。ちょっとテイクも本当にいいって。あんな大きな国土面積だけで見たら。ダントツで世界一、本当資源の重要性ぐらい輸入してる日本がよく分かってるから。怒らせてしまった。誰ロシア怒らせた。どうせ言葉分からんかったのに外交行っちゃったのやろってごめんなさい、もうこういう言い方になっちゃいます。ごめんなさいね、本当に。けど本当にそれだともう分かんない、ロシア語先生。多分ロシアの人たちも日本語見てやらお手上げだと思う。分かんないでしょ。特にややこしいことわざまで言う、漢字の意味まで調べれば調べるほど意味分かんなくなるでしょ。普通のマイルっていう意味も意味だけで6通りから7通りあるから、漢字の辞典開いただけでもう警報されるでしょ。もうええわそんな国の言葉って。英語でもある程度の英語でもある程度の話し合いで、もう俺らもええわって、もう俺らも本当は戦争してないからって、そこまで本音の話、腹割った半分の話でみんな簡単に打ち解け合えるって、自分が戦争生かされたら嫌やもんなって、でしょって、僕もそう思いますって、僕も戦争生かされたら嫌やからって、ちゃんと民間人として言っときますって、みんな家帰ったら民間人僕は公務員になったことないですよ。言い方で変な誤解招くようになったらダメだから、ちゃんと言い方訂正しておきますけども、ごめんなさいね、こんなに話長くなって。とにもかくもね、もう問えただけなしですよ本当世界以上本当は国連でちゃんとまとまっているところを見せつけましょう。2024年の4月でガソリン車販売停止、もうこれが政府の早急な答え。もうこれでいきましょう。前から言ってる。前から言いました。いや、もう今更聞いてないわ。なしです。世界中の自動車メーカー。で、電気投車は補助金なし。だって人口統計が世界中で間違ってるんですから。おかしいな。おかしいな。思ってたんですよ。朝の9時もあったら神戸線通過もガラガラやから。ほんと。で、人口密集地帯の神戸市、兵庫区と中央区、ちょちょ、阪急電車、地上出てきたよ。地上出てきてるって、ということは、神戸市の一番の人口密集地帯、中央区でしょ、昼間、確か特急だったと思う。まさかのガラガラ、すんごいガラガラ。一両、一人か二人持ってる人。絶対無理やん、こんなんて。いや、これ阪神の方でこれ頑張ってたっていうことだって。お金はなんか阪急電車の地方の駅なかなか止まらへんって、なかなか普通電車来へんねんけどって、顔が撮影に行った時目の前どんどん通り過ぎていくって電車えっって、おかしいね、あれ火沈んでいったでしょ。9時か20時ぐらいから20時にかけて、また20時ぐらいだったと思うんですよ。加古川近辺のその下流のね、近くの一番近くの東の方に向かっての駅、阪急電車駅見てもあまり人いない。今通勤の